紫水晶をステップカットされた紫水晶アメシストは紫色の水晶である紫水晶とも呼ばれるアメジストの名はギリシア語のアマサストスに由来する酔いを防ぐ効果があると信じられていたブラジルのリオグランデドスウール州は世界最大の紫水晶の産地スリランカ、マダガスカル、中央アフリカ、ウルグアイ、ザンビアでは 質の良いものが算出する。日本では宮城県白石市の飴塚山や鳥取県で算出される。鉱物学的性質、特徴については、石英を参照コードは7。比重は2.65。蘇生は塩に。素焼きの豆板にこすりつけると白い条痕が残る。ハンマーなどで割れると貝殻状の段口が残る。光沢はガラス光沢で色は 淡いライラック色から小紫色まで幅広い色合いがある。紫色の発色は、ケイ素を置換した微量の鉄イオンが放射線を受けると電子が飛ばされ電解度が酸素原子と鉄イオンとの間で起こり、酸化の鉄イオンが4化の鉄イオンになり、これが形成した色中心が光のスペクトルの黄色を吸収するために、 その補色である紫色が通過するようになるのが原因とされる。紫外線に暴露すると退色する。照射する光のスペクトル組成によって見た目の色を大きく変化させる紫水晶はカラーチェンジアメシストもしくはカラーチェンジタイプアメシストと称されている。また加熱すると色が黄色に変化し宝石名としてはシトリンとなる。主に装飾用に使われる。 緑色透明の水晶がグリーンアメシストと称され、市場に出回っている場合があるが、これは主に紫水晶に熱処理や放射線処理を施し、変色させたものである。採掘時に緑色透明であるものはプラシオライトとも呼ばれ、アメリカ合衆国のカリフォルニア州とネワダ州の境界付近や、ブラジルのパラー州のマラバ、ポーランドのドルヌイシロンスク県。 カナダなどのごく一部の地域から産出する。緑色の発色は、酸化の鉄イオンの他に、相当量の2価の鉄イオンを含んでいた場合に、酸化の鉄イオンによる補色の黄色の発色と、2価の鉄イオンは、黄色の光を吸収し補色は青色になるため、その黄色と青色が混ざって、緑色に発色すると言われている。2月の誕生石、旧約聖書のデイエジプト期に、 構想の胸当てに飾られている12種類の宝石の一つとして登場するなど歴史は古い。プリニュースの博物誌では紫色の宝石の中で最高のものはインド産である。キリスト教では伝統的に男性の宗教的献身のシンボルであった。ギリシャ神話では主神バッカスが連れている虎に追われたアメシストという女性が神に祈ると純白の石に 姿が変わり、哀れに思ったバッカスはその石に、武道酒を注ぐと紫色の水晶に変わったと言われている。ありがとうございます。